皆さんこんにちは。9月30日、給食の時間です。今日の給食は、中華丼、牛乳、大学芋、もやしのごまドレッシング和えです。今日のおすすめは、坂出特産金時芋です。金時芋は、どのように収穫されて給食センターに届くのでしょうか。今日はその畑の様子も紹介します。ここは坂出市内の金時芋畑。つるを外した後、トラクターで土の中のさつまいもを掘っています。その後、土の中からさつまいもを取り出し集めます。傷がつかないように丁寧に扱っています。こちらの農家ではこのような機械を使って収穫したさつまいもの土を落としていました。洗ったさつまいもを乾かします。太陽の光を当てすぎないように上は覆われています。乾かしたさつまいもは大きさや形ごとに分けて箱に詰めて出荷しています。先ほど紹介した畑の様子は去年の7月に撮影したものです。今日給食に使っている金時芋も同じように収穫されています。給食センターに届いたさつまいもは皆さんが食べやすい大きさに一つ一つ丁寧に切りました。そしてその後油で揚げていきます。カラッと揚がったさつまいもがどんどん出てきます。黄色い色と赤い皮の色が綺麗ですね。坂出特産の金時芋、おすすめです。味わっていただきましょう。これで終わります。